ほどは、上が託児所となってましたが、もう本当に子供っていいですよね。なんかこうギャーって叫ぶ声がね、あまりにも無垢で素敵だなと思いました。まだ託児所営業してるみたいですね。開いてないと思うよ。開いてないね、開いてない。そろそろ閉まる。で、いい子は帰らない感じかね、うん。まあね、いろいろあると思いますけど、今日も一番、びっくりしたのは、宮内幸雄さんが、暴行で逮捕されるというね。ね、実は僕、同じ町内に住んでるんですよね、宮内さんと。なんか逮捕された特に住所ができて、名古屋市瑞穂区初市町一丁目ってできて、俺やみたいな。いや、全然、だってヤフーニュースに出てたから、もうだからすごい、ヤフーニュースで見たらね、宮地さんの家って真裏なんですよ、家の真裏っていうか、まあ本当に歩いて、まあ、何秒ぐらいの単位なんですけど、もうなんかね、ショックですね。で、映像君とちょっと裏通ってみようまいとか言って、さっきね裏通ったんだけど何もなかったね。やっぱりローカルタレントの悲しさですかね、それって。わかんないですけど、なんかあんまり報道陣とかこう詰めかけてなんかワイワイになってるのかな、ちょっとドキドキしたんですけど、普段の日常でしたね。もう日常が初視聴でしたけど、もう本当にね、そうやって捕まっちゃわないように、ね、僕たちも頑張っていきますね。人を簡単に殴っちゃいけませんよ、小柳君。ダメですよ、ね。さっきすごい殴られそうな勢いで僕がちょっ と、コードを間違えるとギッて睨まれるんです。この位置怖いなって思いながら、見てましたが、まあセカンドセットパッと始めてですね、またマイキさんやりたいと思います。じゃあ、最初に、インストの曲をお送りしたいと思います。アディクティブラブ。
まあ僕はいつもそれに勇気づけられてますけど、まあ本当なんかね、今日はいろんな意味で、本当に久しぶりのお客さんだったりとか、お会いできて、嬉しいなとか、普段一緒にやってる仲間のミュージシャンも来てもらったりとか、もうなんか平日木曜日、今日中日勝ったんですよ。まあそれ見たからで、イエーイ。さっき見て、テンション上がったので、また楽しいかなと思いました。こんな感じで、さっき、雑談したときに、私は野球全然興味ないっていう、人をお呼びしたいと思います。じゃあ、紹介したいと思います。大きな拍手お願いします。マイキI'm not sure.
あ、そうです、なんかあのこう丸っこくて可愛い感じのもので、もうなんか、あ、20年後とかには大人の女性になるんだなって思うと、なんかこう切ないですよね。あ、もうだからなんかどんな子供も全部お父さんみたいに感じちゃうんですよ。もうあの四十四になるとですね、もう再来月で僕はあのビヨンセ隣誕生日ですけど、あのビヨンセ隣誕生日で45なんですけどね。だからもうなんかそうするとこう、あ、いいなぁ、なんか娘ってね、ああいう可愛い娘でもあれが瞬間だから可愛いんですよね。毎日だともうさっきのね、ゆうみたいな感じになるんですよね。半日はうるって言ってますね。すごいですよね。本当に怖いです。どうぞ。はい、それではですね、ちょっとアップな曲、こういう曲を。6月、ジューンブライドって、あのね、結婚式でよくね、やってるらしいんですけど、アメリカでは、マルーン5の曲で、シュガーっていう曲を入れてます。I'm not afraid to die.
り取っちゃいけないものですけど、糖質制限されてるわけじゃないんですけど、まあ、そろそろしないといけないなって思ってますが、でもね、この、リズムセクションは、ちょっと考えなきゃダメですよね。考えなきゃダメなのにしょっちゅう磯丸水産とか言ってますよね。ね、ダメですね。あんまり良くないなと思いますが、どうですか、お酒とか。うちの旦那もちょっと同じ感じで、そうですね、先生、ちょっと専門学校の先生なんですけど、もう一人今をときめく小川翔君の、ね、ちょっとこうね、ね、ときめきすぎてちょっと、ね、つるんつるんな感じになってますけど、ね、SNS に食べ物ばっかりあげるのにちょっとイラッとするので、ね、やっぱり東京とかでいると普段こっちの峰山に住んでる時よりはもうタガが外れたかのようにジャンプなんかしますよね。あ、やっぱりなんかね、腹立つよね。あんまり なんか私朝ごはん抜いたりしてるんで、ね、やりましょうか。怖いですね。やりましょう。まあ本当に怖いです。はい、どうぞ。最後の曲ですか。私ですね、ちょっと一曲オリジナルを持ってきたんですけど、パーフェクトライフという曲で、イメージは、強い女性、エリートな女性が一人が好きなんですけど、ちょっと恋をして変わっちゃうみたいな、そんな曲です。目が合っちゃった。、ね、こんな曲なので聴いてください。パーフェクトライフ。Amen.
嬉しかったですね、そういう意味では。で、僕たちも本当はオリジナルばっかり、普段はライブでやってるんですけど、今日はちょっとそういう、まあ、カバーもやろうっていう話で、集まったライブだったんで、今日は、ライブの締めも、本編というか、最後にね、カバーの曲をやれたらなと思います。ただ、誰が作ったんですか？はい、知らないということで、まあそうですよね、みんなそんなに作った人逆にあんま知らなかったりもして、これも歌の曲ですよね。で、しっとり、フロントの2人が、最初に聴かせていただいたので、聴かせてもらってね、僕たちちょっとゆっくりしたいと思います。汗拭く時間とかありますかね。本当に、今日は皆さんありがとうございました。まあ、最後にメンバー紹介したいと思います。サックス中村由美、リーダーです。リーダー中村由美。そして、ね、先日女性2人で、ディズニーランド行ったんですよね。はい、まあ、恋人募集中。頑張れ。というわけで、はい、みんなね頑張ってください。そしてギター小根坂映像。映像君、今日ギタリストいっぱいですごい緊張してますよね。だいぶ違いますよね、うん、なんか背中がもうそんな感じを感じてます、ね、なんか頑張れ、またこっちも頑張れって感じですね。そして、キーボード高畑弘明新しい会社になれましたか？ちょっとね、連日飲み会で死んでます。高畑が白畑っていうふうにみんなに言われてて、ね、顔が真っ白になって、帰ってくるという感じですけど、ね、大変ですね。そしてドラムス片桐信和もう安定ののびちゃんですね。のびちゃんはもう何もなんか心配事とかあります？なんか心配事とかありますか？無理です。まあ、僕このバンドやってる以上無理だと思いますが、ラーメンでね、本当にお互い体壊さないようにしたいですね。そしてその傍らです、ベース石垣康雄でした。今日は本当に、皆さんの笑顔が見れてよかったと思います。じゃあ最後に、お送りしたいと思います。 I can't make you love me。
ありがとうございます。違うんです。これは、グレーだったんですけど、汗で黒くなりました、ね。あの前もあのなんか炎天下で屋外でやった時、本当にグレーが真っ黒になっちゃったことがあるんですけど、なんか濡れるとね、色が濃くなるじゃないですか。で、ちょうどこのベースのラインだけこういうふうに、こう今、ね、あの筋がついてますけど、勲章だと思っております。本当にね、ありがとうございます。あの昨日ライブやったときに実は、拍手がなくなってですね、拍手がなくなって、お客さんに要求されてないようにアンコールやりましたですからあのなんかすごく今日は嬉しいです、ね、そういうのもあの要求されてないようにやるっていいですねそのいつも松さんという職をやってるんですが松さんとやるときは必ず松さんが最初に言うんですね、携帯電話の音を消さないでください。僕たちがボリュームを下げますって言うんですよ。必ず。携帯電話をオンにしておいてください。で、あの、鳴らないようにするんじゃなくて、鳴るようにしてください。で、そしたら鳴ったら僕たちがボリューム下げますんで、みたいな感じのことを必ず最初に言うんですね。そういうすごい、なんか、ちょっとした自虐的な、こう、MC をするのは、松さんの特徴が大好きなんですけど、それが、昨日もあの同じように、あの、皆さんに要求されてませんが、アンコールしたいと思います。始まったんですごく面白かったです、今日は本当にありがとうございます、なんかね本当にこうカバーあんまりやることなくて僕たち、最初はちょっとやってたんですけどあのだんだんバンドっぽくなってきてこういろいろあのオリジナルが増えていってあの今レコーディング中でちょうど、ミックスとかいろんな作業をしている段階なんですが、してもらってるエンジニアさんも今日来てもらってるんですけど、まあ、そういうこうまだオンゴーインというか全然終わってまあまだ形になってないバンドとはいうもののオリジナルだけはどんどん出来上がってきてまして、まあ、あの皆さんの手元に届くのは、今年中にはなんとか、できたらなと思っておりますので、その時には必ず、アルマジロ含め名古屋のどこかで、CD 発売記念ライブを知られたらと思いますのでその時ぜひよろしくお願いいたします。で最後の、皆さんに要求していただいたのでアンコールしたいと思いますが、最後はみんなでパッと、明るく終わりたいなと思ったので、うちのイケメン部門ナンバーワンの、高畑弘樹が、作った曲、トゥクトゥクライダーという曲を、いきたいと思います、イケメン部門その割にこうあの呼んでくるお客さん女子いませんよね。そうですよね。もうなんかあの女子もっと呼んでくださいよ。ね、あのたくさん皆さん今日は来ていただいてるんですけど女子が。でもあのなんかもう高畑さんの親衛隊が一番上のあの一番上にいるぐらいのレベルで、2階席には高畑フロアみたいな感じでね、あのソファーに座るぐらいの感じで、俺が高畑だみたいな感じでいうぐらいのあの。王様ぶりを発揮していただけると嬉しいなと思います。そんなわけで、高畑弘樹が、作ってくれた曲トゥクトゥクライダーをお送りして終わりたいと思います。ありがとうございました。
よく頑張りました。Thank you.